なんかすごくいい女と俺は恋愛をしたんだなっていう思い出だけを胸に抱いてジオンコックにええ荒れて行った後そこを思い出すところが <laughs> まあ俺もさすがにねここはシャアの通言うとりだとますアマちゃんだと思いますけど <laughs> ま死ぬところだかからいいいじゃないですか <laughs> そうするとホワイトベースの方はあのブライトさんの上にいるオペレーターっていうんですレーダー見てる人から「えー、敵一気本館に向かってきます」って言って。 さあ、ブライトさんが何だとまさか特攻っていう風につまり特攻体当たりかってびっくりして未来上昇だ。上昇しろ緊急上昇だっていう風に言います。あの誰もそんな覚悟してなかったんです。シャアもそこまでは考えてなかったし、ホワイトベースもガウ攻撃空母を攻撃してダメージを受けたら逃げるか。なんか墜落するなに何な,なりだと思ったんですけど、まさか自分から。 船の向きを180度変えて自分に体当たりするっていう、そんなことを誰も思いつかなかったんですね。で、ガルマがそれを思いついた瞬間に、実はホワイトベースは、もう絶対絶命の危機になります。助かる見込みがないんですよ。っていうのは、なんで上昇しなきゃいけなかったかっていうと、これはホワイトベースの反撃なんですけども、この車線上に、この飛行機がいるんですね。ということは、この飛行機はほっといても、 エンジンが破壊されてもホワイトベースに当たるコースにいるんですよ。全然これ、あの、ホワイトベースが撃っても撃ってもあまりに巨大だから、もうコックピットあたりとかエンジンあたりにガン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 命中してるんですけども、全然落ちる様子がないと。ということで,ですね、えー、衝突コースでですね、ブライトさんが全員伏せろって言ってホワイトベースのブリッジ全員伏せます。この瞬間、ホワイトベースのクルーは、 負けを確信してたんですね。しまった、体当たりされるとは、そこまで読んでなかった自分たちのせいなんですけども。ももうこれダメだと思って、全員床に伏せろ、衝撃に備えろって言うんですけど。も、そこに偶然ですね。ガウの中で爆発が起きて、左の羽がポキンと折れます。これ、本当に偶然なんですよ。あの何発も何発も弾が当たってもですね。 とにかく、落ちてくる勢いだけで飛んできたガウの羽根が根元からポキンと折れてしまった。この瞬間にガウが失速して、あの、コースが変わるんですね。これまで、ガウ攻撃空母とホワイトベースというのはこの直線上にあったのが、急に羽が折れたことによって失速して、ガーッと落ちちゃう。ギリギリでホワイトベースの下を、あの、通り抜けてですね、ガウは落ちてしまう。で、 ガルマはですね、ジオンコックに栄光あれと言って死んでしまいます。う本当に死んだのが、ガルマの攻撃が失敗したのは偶然でしかないんですね。偶然ここで羽が折れてくれたからこそガウ攻撃空母は失速して、急にコースを変えて落ちてしまった。で、えー、ガルマはですね、ジオンコックに栄光あれと言うんですけども、まあその脳の中で再生されたのはジオンコックの栄光ではなくて、まあ大好きなイセリナのですね、映像だったんです。 でこのイセリナの、ね、映像、回想シーンですかこれがね、長いんですね。普通こういうのって一瞬見せればいい。または、ほんのちょっと見せればいいんですけども、イセリナは口を動かして明らかに何か言ってるんですよ。で、その前のイセリナの登場シーン見ればわかるんですけども、同じシーンがないんですね。新作作画の書き下ろしなんですよ。で、やたら長い台詞を言ってることが口だけでわかるんですね。で、こういう時にですね、その、 死の前に見るやつっていうのは、あなたのことが好きですみたいなことを言うセリフなんですけども、イセリナのセリフで、イセリナが、その、ガルマの思い出の中で口パクでパク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 、結構長いセリフを言ってるシーンで、当てはまりそうなのは一つだけでですね。私にはジオン軍も連邦軍も関係ありません。ガルマ様ガルマ様っていうシーンだけなんですね。このシーンのセリフだけが、イセリナの口がパクパクしてる秒数にぴったり合う。つまり、 ガルマはイセリナのために武功をあげて手柄を立てて男になって姉を見返してジオンに帰ろうと思ったんですけど最初からイセリナは連邦軍もジオン軍も関係なくてあなたという個人が好きですって言ってくれたんですねそれに対してガルマはそれに応えることができなかった一人前になってジオンの軍人として一人前にならないと俺 君を連れて国に帰れないよっていうふうに思っちゃったんですね。だから、今連邦の秘密を手に入れるチャンスなんです。それに成功すれば、父と私の無理を聞き入れてくれますというふうに言っちゃったんですね。あくまで自分の立場内でしか考えられなかったガルマと、そういうものを全て捨てて、あなたのことが好きですって言えたイセリナとの、やっぱ格の差ですか。だから、あのガルマが死ぬ直前に見た幻っていうのは、 なん,だなんだろうな、自分のことを認めてくれるかもしれない家族のことではなくて、自分を軍人としてではなくて、自分がコンプレックスを持ってた、なんだろう、もっと軍人として頑張らなきゃいけないとかですね、ザビ家の跡取りとしてやらなきゃいけないというのと関係なく、最初から一個人として、あの、ジオンの総帥だから好きだと言ってくれたイセリナじゃなかったんですね。そんなイセリナじゃなくて、個人として好きだというふうなことで、 なんかすごくいい女と俺は恋愛をしたんだなっていう思い出だけを胸に抱いてジオンコークに栄光荒れて行った後そこを思い出すところが <laughs> <laughs> まあ俺もさすがにねここはシャアの通り言う通りだと思いますアマちゃんだと思いますけど、まあ、死ぬところだからいいじゃないですかはいえー、ありがとうございました無料はここまでですあの伊勢リナが、ですね、まあ、いかにいい女かというふうなことを語らせてもらいましたけどこの上でですね 次回ののタイトルが伊勢恋の後なんですよ。もう泣かせますよね「伊勢里奈恋の跡」って敵キャラのですね本当にまあ言っちゃえばガンダム全体で言えばあのザコのキャラクターなんですね。伊勢里奈」っていうのはザコということなんですけど本編のストーリー上関係ないような人がですねその復讐心に燃えてでそれもジオンとか連邦とか私は関係ありませんとそうじゃなくて二人で逃げましょうと言ってた伊勢里奈が ホワイトベースやガンダムに対して復讐すするというだけの話なんですねで。それを徹底的に伊勢リナ側から描いていくでそれがどうなっていくのかでそれがアムロにどんな影響を与えるのかっていうですね、うん、その前回の「戸ベガンダム」でんだろうなそれまで心の中でぐじぐじぐじしてたがアムロ・レイがようやっと振り切って戦う気になった。そうすれ そしたらその戦う気になったおかげで今回の「ガルマチル」っていうのがあるわけですね「ガルマチル」ということであってなん、えー、だろうあのアムロはあえて「僕がおとりになりますよ」というようなやる気を見せたせいでですねガルマはですねまあまああのガンダムの頑張りなどもあってですね落とされることになった。そうしたらアムロなど など、連邦のホワイトベースのクルーが全く知らないところで伊勢になってい一人の女の人が復讐を誓ってで、えー、ホワイトベースに戦いを挑むでそれがあった後でですね、えー、なんだろう 伊勢ナコ恋の後というのが来週あった後でその次がジオンの脅威っていうですねいきなりガルマザビの葬式から始まって新型モビルスーツグフが出てきてで、まあ、アムロ・レイ最大のライバルですねランバラールが出てくるというこの怒涛の展開すごいんですよ本当に。